はい、こんにちは、村岡正則です。はい、はい、こんにちは、小宮です。はい、今日はですね、冒頭シーバスに来ております。で、エグイドがいよいよ金型できまして、3つ来たか、はい、ABC 金型が来たんで、それをね、まあ、一緒にテストしようということで、またね、今日は運河回り履くパターンの場所探して食わせていくような感じでやろうかなということで、今日は6月16日の今夕方5時ですね。満潮かな、ほぼ満潮ってとこだよね。もう使った？これはまだ使ってない。あ、これはバブルでしょ。あ、まだ使ってない。私も全く使ってないです。この1個前のやつはかなり使いました、うん、あの前回 A のなんか下合いでしたっけ、 B の B の下が良かったねってなって、まあ A と B かな、うん、使ったんですけど、結構おかっぱいで思うことがいっぱいあったので、うんうん、これでどうなってるかなって感じです。なるほど。 9.8g、 10.1g、 10.3g、 ウェイトの重さが違うんだね。水上が甘かったら、うん、書いてあった書いてあったっすね。書いてあった。珍しく自信のない。そうです。まあ足場高いとこでもテストしないとだね。だから最近履くパターンでやってるのは結構足場高いとこでは、うんうん、やってて、うん、足場高いとちょっと足場高い手前、うんうん、履くパターンは結構手前で潜っているんですけど、うんうん、手前だとねちょっといまいち水かみがちょっと甘くて。なるほど。一回水をかみ出しちゃえばいいんですけど、うんうん、一回水をかまなくなっちゃうと、そのままもう泳がないでツーみたいな感じだったんで。難しいよね。でもそれかみに行くと今度普段の時動きすぎる、潜っちゃうじゃん。沖だと結構いい動きするんですけど、うんうんうん、どうしてもやっぱ手前寄っちゃうと、うんうん、竿目いっぱい下げてもちょっとやっぱ干潮とかだと噛まない時があったので、その辺難しいなって思いながらやってました、うんうん、そうだな。確か足場高いスローリトリーブって難しいよね。どんなルアーでも難しいけど、まあ、そこはスネコンがあるから、我がブルブルにはスネコンがいいんですよ。足場高い下はね。だからちょっと投げながらやりましょう。風が止んでほしいな。 10.1 がいい。はい、じゃあ B からいきます。一番重い。今日初めて使うんでしょ。初めてです。3日前ぐらいに届いたんだよね確か。4日前ぐらいだったかな。ほんと3日4日ですよ。うわ、風強いなこれ。あ、重い。金型できてプラスチックがちょっと軽くなるの。量産用の樹脂は試作用のね、削り出しのプラスチックに比べて。最近は何してんの？タコ釣りひたすら。そうですね、タコ釣り船長。あれ結構潜っちゃうようになった。そうです、噛みますね。ますますエリテンっぽくなったでもおかっぱいで使ってて、うん、全然出ますね。まだハクがちっちゃいんで、うんうん、でもちょうど本当これからですよね、梅雨明けて。そうだね、うん、ハクがもうちょっと大きくなったら。基本水面爆発とともに出る、それとも水中で出る？いや、もうコンセプト的に水面で出したいなと思って、うん、なるべく引き波で。なるほど。なんだろうな、やっぱ1枚かました方が出た時に乗りやすいんで、うんうんうん、あれはまだちょっとハクのサイズがちっちゃいんで、ちょっと入れた方が出るかなって。そうなんだよな、今日この風。隅田川のシャロにしたかったの。結構ハクがいっぱいいて、で今日のこの風じゃちょっと釣れるかもだけど、まあ、港湾やって隅田川上がって荒川に移って降りてくるみたいな感じでいいかなと思ってて、あんまり風吹いちゃうと大場所がね、なんか何やってるか分かんなくなっちゃうから。釣れるんだけどさ、ハクがいないね。先月この辺すごいいたんだけど。ああ、いるね、いるはいるね。東京のタコは調子いいの？去年よりはどうですかね普通ですかね。めちゃくちゃ湧いてるわけではない。湧いてるわけではない。そっか、去年よりも、うん、千葉側の、うんうん、調子がいい。千葉側の調子がいいんだ。千葉側とか根掛かりが少ないところが多いんで、うんうん、やりやすい。コツは粘りなの、それともこまめな移動なの？移動次第ですね船の大きさにもよるよね。僕はどっちかというと粘る派なんですけど。うーん、そうなんだ。一箇所いたらそこから、うん、例
タコってのがいるレンジが結構水深で合わせてるんですけど、 2D っていうよりは深さをの線をつなげていく感じが数の伸ばし方なんだ。いいね。 AC 気に入ったな。貯金 C がいい。 C が一番ピッチがいいか。俺は D が欲しいパターンな気がするけどスーさんと似たような形してるけど全然ピッチすると違うね。スーさんですか。書かれてた。まあ大きさ確かに僕は全然そんなことないわ。見た目とその大きさで、まあ、なんだろうな。シーケンシャルスーさんとは全然違いますね。スーさんではないね。なんだろうね。チューンド経典、まあ、やろうとしてることは似てるよね。ちょっと吐くのサイズは違うけど、うん、よし、じゃあちょっとポイント行きましょうかね。ちょっと移動します。そこやりましょう。ぶつけないようにプロトいきなり持ってきていい場所ではなかった。大丈夫でしょう。怖かったらナレージ50かゼッパー80あたりも、あ、ちょっと手、あれプロトは取っとこう。プロトは取っとこう。やっぱ壊したら動画撮ってたり、あのリュウゴに壊しちゃった時の嘘もつけないじゃん何考えてんのってなる。どんどん向きになって攻めてる。そう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 、最初慎重にやっててもさ、だからちょっとゼッパーとかにしてこれは出そうだ。昔はここだけで10本とか釣れたんだけどね。ほんと魚が減ったよね。こういう場所の、こういう場所の魚が減ったよね。こう場所が減ってるんですか。うん、と思う。多分中に入ってこない。いや、確実に減ってんだと思う。漁師さんが昔は朝だけ夜明けてて、今の漁獲量と同じぐらい取ってて、今は夜通しやって同じぐらいって言ってたから、漁獲量が減ってないじゃんっていう感じで減ってないってことになってるんだけど、漁師さんに聞いたらもうやってる時間はもうめちゃくちゃ増えたし、言ってたから、それ減ってるってことじゃん。まあ、東京の鈴木は資源魚にそんなに釣り人はあんま関係ないんでと思ってるんで、ね、なんとかしたいですね。吐く、すごいね吐く。そうですね、1名C タイプでいきます。もう全部吐くじゃんこれ。不思議は下げてる。この向きだと下げ症だね。え？なんでリーダーが3広もあんだろう。何釣りしたんだっけ。え？投げるよ。そうそうそう、トラブってんのかなって思ったんだけど、リーダーの音だなーなんて思ってたら、あ、ノットの音だなと思ってたら、ナレージ釣れそうだ。先週はナレージ50がハマりましたそんな中これで頑張るぜ。ダメだ、やっぱちょっとリーダーを詰めるわ。何の釣りしたら3ヒロ設定するかな。こんな4ヒロぐらい取ってる。08で、あ、 SLG 行ったんだ。マハタとか釣ったやつだ。でも引き波ただ巻きで食わしてる時が多い。そのガッパリでやってる時とか。そうですね、ただ巻き。アクションはあんまり入れない。近距離でどうしても水をかませたくないときに、うん、ちょっとスイッチまでいかないですけどね、うんうん、取り出しながら巻いていきたいと。吐く小さいね。まだ全然今年ちっちゃいですよね。ちっちゃい。6月でしょ。なんか5月ぐらいの大きさだね。アクションはいい感じ。今日、あ、バチはもう終わりか。今日の満潮じゃどっちみちダメか。春のさ、港湾の4月5月のこの夜7時ぐらい満潮を迎える釣り行くべき日があるじゃん。全部遠征だったら今年オマーンに行ってたりさ、沖縄に行ってたり、だからもう一回もできなかった。多分16歳17歳以降初じゃないかな。
春の大潮潮位200センチの時にワンオクにいないっていう。だからツイッターで見てて、ああ行きたいなと思って思ってたけど、潮時計とさ自分のスケジュール見ると、これ1日もできないじゃんみたいな。もう後半は分かりやすいじゃん、こう釣れる日が。だからあ悲しいことに1日もできないじゃんってことが4月の頭には判明して、でまあ6月もし続いてるようならと思ってたんだけど、逆に今年は大体5月になっちゃうと思った。うん、この白の釣りを求めちゃって、うんうん、今年はちょっと早鉢、小安鉢。そうやね、まあある意味慎太郎だったから学生以来ぐらいできたんじゃない釣りが。でもツイッター見てる人はこいつ何やってんだろう。風太郎です。朝から晩まで釣りしてるの。一日3便とか乗ってなかったな。4便やる。4便。あ、よう体力持つ。何歳今？27です。あ、27ならできる。さすがにきついですね。ああ、まあさすがにぐったりだよね。風が回ってて難しい。港湾町とか町抜けっていうのは地方ではないんですか？いや、やっぱそれなりあるみたいね。先週あの富山くんが島根県行ってたんだけど、夜バチ抜けパターンになってたらしい。まあ泥があればいるじゃん絶対やつらは。で年に1回どこかでは産卵してて、まあその地域によってさ、そのタイミングでアユとかイワシもいて、よっぽどそっち食ってた方がいいって状況じゃない限りはとか、一定の地はさ食うじゃん、そこにいればさ一番楽に食えるわけだから。崩しない、モーチャーとかな、ライズはこの辺にいたよね、ユマズメね、こんだけ白いんだから。ああもうこれでいいんじゃないかな、このシーとか釣れるじゃん、もう全然ツイッターの好きですけど、うんうん、白ボイル一人やってるから。ああ本当に、地方はちょっとわかんないけど、うんうん、白ボイル見たことありませんって人がいて、東京でマクドナルド探すよりは簡単で、白ボイルとか白はね、大体でもこういうちょっとスロープ系のところじゃないですか。そうだね、そうだね、夜のうっすらライトちょっと当たってるかなぐらい。個人的によく思うのは手長エビが絶対一緒にいそう。だから肥沃なカキセもあったり、エビカニ、干潮時はエビとかカニがさ、ウニョウニョ歩いてるとか、そういった場所にやっぱまあ肥沃な地形に集まるよね。まだプランクトン食いだから、ちょっとナレージ、ナレージ50ガンガンバレて。ナレージは絶対使っちゃうと思って置いてきました。ベイの白パターンでやるのナレージです。ナレージだな。あのボイル、白ボイルが、そうそう、白ボイルまで温存ってやつですよ。決して釣りに行ってるわけではないですと。やっぱりスーさんが一番好きなの。全然ブルーブルーじゃないじゃん。スーさんとかの超過を上げると、うん、ブルーブルーなのに大丈夫なんですか。言われるんだ。心配してるってことなんですか。なんで返すの。あの大丈夫な会社です。ああそうなんだ。ブルーブルーは他社ルアーをむしろどんどん使って比較して、だからいいものはいいってどんどん出してっていいですよっていうね。だからあの逆に言えばメーカー縛り感忖度する方が評価落ちますよっていう契約書の心得みたいなのに書いてるよね。契約書と一緒に渡される、爽やかでいましょうとかね、ちょっとスケベ心を持ちましょうとか、いろいろ書いてある心得帳みたいなのに、ああ追われてる、あれ追われたか、そんなルアー使わないと分かんないですね。そうそうそう、結局そこなんだよ。だからどっちかというとほっとくとみんなメーカーにね、やっぱお世話になったりするからさ、応援したいとか貢献したいとか、まあ、評価されたいとかいろんな理由あれど、メーカー縛りっぽくなってっちゃうじゃん。でなってっちゃうと結局今までいろんなルアー使ってその知見をさメーカー買って契約してるわけじゃん。だけどうちのルアーしか分かんない人になってっちゃうんだよね、ほっとくと。それじゃダメで、やっぱりなんかのルアー出した後もさ、それと他社のねこれに比べてこの辺が劣るとか、この辺が要、次のモデルは改良した方がいいとかね。結局あのハクボイルの釣り方は何が正解だったんですか？いやもう場所によるんじゃないかな。質問結構
されるんですけど、まあ、場所を見てみないと分かんないんで。そうなんだよね。一回まさにこんな地形の岸からやってて、もうやっぱり帯のようにいて、ボイルはしてないんだけど、あのシバスはそれなりこの辺に溜まってるような感じで、その時はもう本当にバイブレーションの超早巻きだけど、あの岸から直角に入れてくるしか出ないの。なんか斜めだとあんまり出なくて、ギュルギュルって巻いてきて、でブレークとかで止めたくなるじゃん。そうそう、あんま食わなくて、毎度毎度よしもう移動しよう、ちょっと今日帰ろうみたいな感じの巻いてる巻き感だと、本当にそのピックアップでバーンって出てくるのね。デイで、うん、デイで連発するので、まあ東京でもねそんな時あるけど、明らかに明確だったりして、で当然ハクがいっぱい水面いるからいろんなことやったけど、結局そればっかりだったり。それはコーチだったな、コーチ。でも夜やってる、夜ボコボコやってるやつで、うん、深いやつは食わないと思うんだけど。深いとかは無理だ。浅ければ浅いほどやっぱり出るなと思って、うん、結構日によってはこう沖出ちゃってる時やつ、うんうん、沖で釣ったのなんて多分何回かしかなくて。そうだね、一回俺もレインボーブリッジの水深 10ないな、8とか9メーターのとこで、もうボッコボコなの、ハクに。もうハクバシャーって湧いてさ、多分人生で一番のハクボイルってぐらいの、あのマグロとイワシのミニチュア版みたいな感じでやってて、1時間ぐらいやったけどまるでダメで、大野幸に電話したんだよね。で今ここでやってんだけどって言ったら、あ、その水深だと無理っすとか言う。あの雪でも無理かっつって、深いとこ無理っすっつって、しかも流れないですよねって言うから、あんまりないって言ったら無理っすとか言って明暗も遠いですよねって、ないですとか言って、真下から来るんだよね。ぼんやり明るいところで、明暗はないんだけど明るい場所でさ、だから明暗がなんていうの、横水平にあって、下の暗闇から一気に吐く目がけて艶出てきてる感じで、網だと似たような状況でもね結構食うけど、いよいよまず目です。吐くボール起きないね、岸際はべったりついてるもんね。でも鈴木を恐れてんのか、スーさん、結局スーさん、しょうがない、この時間はしょうがない、エグイドを戻さないと。おお、よいしょ、いい夏のシーバスだね。びしょびしょ、スーさんで、スーさん、チョンチョン、スーさん、チョンチョン、行きました。3ヒット目当たりました。岸際落として、そうですね、まあ、ため利かしてるよね、夏っぽい色で、かっこいいですね。バッチリです。お、後ろ出たね、チヌだね。チヌですね。チヌって何であの乗らないんですか。今触った、チュボッつっただけ。びっくり合わせもしなければ、うんうん、もう一回来てもね。そうだね、まあ何度も来る。あいつ、あの吸い込み力を過信してんじゃないかな、こう鈴木ぐらい吸い込めると思ってんじゃないかな、本人たちは。その勢いでヒャッって吸ってんだけど、あのちょっともう糸とリーダーの重さが加わると口の中まで入らないみたいな。歯がいる、じゃん、ユウマズメ、いいね、絵がいい。もう保存が効くんで、うんうん、今タコやりしたらもうみんな今いっぱい行って、どんどん冷凍してんの、どんどん冷凍してストックを貯めてるんです。へー、いやー楽しみだ。あさって今年最初のタコ釣りなんで、釣り親父だから釣り負けらんないし、もうね、あいつらに釣り負けると1年か2年言われるからね。ずっと絶対釣り勝つ。タコは群れでいるんでしょ、基本。基本群れですね。でもその群れっていうのは線でいるの、ゾーンでいるの、こう。いや、基本線もね。線、ああ線なんだ。その線を決めてんのは？その線を決めてんのはその時のタコ次第。タコ次第、へえ。じゃあなんかタコラインがあるんだ。タコラインがある。へえ。マゴチなんか置けばそうじゃない？水深でね、線があるよね。うん。いれば、うん、大体
ぱいいるんで。へえ。いいね。タコバーだしは。もうまあほぼ巻かないで引き波立てて置いてたら。気持ちいいバイトだった。いいね。はい。もうちょっと、もう着水して泳がせて、ほぼ置いていく感じで、流れなく置いといたら、ドンっていう感じでしたね。全然、テストなんだけど、テストなんだけど、普通に釣り行ってるよね。A、B、C とか確かめてないでしょ。もう A 決め打ちで、A と C でよく分かったって感じ。C が一番いいんだけど、ストラクチャーうちでなくしたくないから2番目にいいと思った A を使ってるので。ダメだね、全然流れないね。下げ潮のはずなのに。漂着一周するんで、角度がラインが見えた時打ってって。今回のこのプロとは、俺と青くんと高橋で最終テストやってるの。で、なんかこの辺のルアーっていろんなバリエーションがありすぎるじゃん。ありすぎるっていうか考えついちゃうじゃん。そうですね。で、全国のテスターでセッティング出すと、もう A、B、C で E ってそれぞれさ、ここではここ、ここではここって、もう足場の高さと流れで決まっちゃうから、とりあえずこのエグイド 90F は東京湾奥で合わせると。で、それをベースで、にしてちょっと重いやつが欲しいねとかそういう感じにしようってことになって、まあ3人しかいないんで貴重なテストですから。今責任重大でテストなんだけど普通に釣りしてるよね。ミスれない。ここ鏡ですげえ。うん、そうだね。やっぱこういう状況のテストしたかったんで。奥。あ、おお、おお、これ飛んできた、飛んできた。出た。出ました。シーバス？シーバスですね。ちょっと小さめだったそう。うん。パホッ。パホって合わせたら飛んでくると思って合わせなかったら結局飛んできた。結局飛んできました。理想ですね。うん、それ何番？ C か。つかみ弱いかもみたいなあんな感じでしたけど、全然なんか使ってるそんな感じがしない。そうだね、うん、あとはちょっと実際おかっぱりのあのこういう足場の低いとこじゃなくて高い時の状況。アリューロープギアもさ、結構魚いたりするよね。どうだったっけなぁ。ライトの真下。本編流れ込まない。流れないよなぁ。今日、もう潮が止まりそう。こういう時は直撃です。直撃。なんだったら、明暗につけましょうか。あの、位がシャロみたいなっつって。魚が結構ついてる。30数年前はよく来てたんだよね、ここ。ここ入れた。そうだね、うん。ここはなんか比較的橋の横から厳重な ところを越えてくるというよりは普通にアクセスできて。で、そこの左の桟橋っていうか、ストラクチャーの上に行けんの。そこの左の。で、上に行けて、そこから橋脚打てるから、それは釣れるよね。じゃあやりしましょう。ちょっと今度デイでまたやり直そうよ。そうですね、天気のいい日ね。で、ありがとうございました。はい、ということで今日の調子終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。レインボーブリッジの近くよりお届けいたしました。